さあ、それでは今回は初めての狼討伐に行こうと思うんですが、一人ではどうもクリアできそうにないので、ノブさんに、くれないノブさんに相手をさせるべきだな。手伝ってもらってクリア目指そうと思います。それでは行くぞ。とりあえず今からあれ挑めるんすわ。狼なんで、狼を、狼まだ一回も挑んでないんですけど、まあ、ただストーリー中に一回戦ったんですよ。まあ、倒すとこまではいかなかったっすけど、うん、覚えてます、うん、なんかそういうストーリーがあったじゃないですか。うん、あったよな、うん、なかったよな、うん、で、多分あいつを倒せばいいんだろうなとか思いながら、うんうん、まだ挑んでないんですけど、うん、ちょっと一回目、見事に一回で勝ちたいなと思って、あははははノブさんと、はい、60いる。あれでもちょうど65持ってる。ですよね、60ですよね。60多いね。うん。俺は誰がいつかね。どうでしょうね。まあ、とりあえずディリュックと、うん。フィッシュルはあんま良くないよね。いや、そんなこともないじゃないか。本人が雷なら別に雷にする必要ないでしょ。まあでも7でいいかな。でも氷がかぶりますね。水とか氷、相手が氷の時にこっちが水使ったらこっちも凍るんですよ。ああそうなんや。あんまり使わない方がいいんだ。でも敵も凍るけど自分も凍る。いや敵あれ、あのボスまでは凍らないんちゃうかな、強すぎて。ああはいはいはい、あのボスキャラにメガンテが効かないようなもんすね。そう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 メガンテくれないのぶさん召喚。のぶさんいらっしゃい。どうも。あ、これか、かわいいね。セーラームーンみたいな、背の低いセーラームーンみたいな。じゃあよろしいでしょうか。はい。さあ、よくわかんないですけど、どう立ち回ればいいですか。敵と当たらないように。ああ了解了解。じゃあそれで、あの奥さんが何とかしてくれるでしょう。スタート。初めての狼。はやばい、結構ダメージ食らってる俺。行こうよ。この顔は？あ、やばいやばい、食らった食らった。めっちゃ食らうやん俺。なにこいつ、止まんないの。姿を見比べ翼よ、昼夜を切り裂きなさい。答えなさい。さばきを受けよ。フィッシュル死なないでくれ。フィッシュルじゃない、デューク。何個落ちてる。断罪の名において、黒き翼よ。どうだどうだ。
倒した？オッケー。オッケー。初めてで見事に倒したぞ。初めての報酬。60。わあ、いっぱい落ちたー。いっぱい落ちたー。なんかいいのが。すげえ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 。やっぱ報酬いいっすね。週1回しかできないんでね。ああ、いいか。もうプレイもできないんだ。できないです、もうこれは。はあ。ウィークリーがやった。お、天然樹脂1600終了。と、狼クリア。オッケー。バトルパスのレベルも上がった。ありがてー。あ、でも天然樹脂があと10。中途半端。たまにはのんびりするのも悪くないな。とりあえず、バトルパスが28になりました。オッケー。28、30まであと2。お、結構冒険者ランクの経験値ももらえた。ノブさん取りました。あ、取れないのか。俺も取ってるんで。あ、そっかそっか、もう取れないのか、うん、クリアしても手伝っただけ。そうなんや。マルチでも手伝えないんや。もうできないってことね。じゃあ、え、明日またできるってこと？あ、できます、できます。ああ、なるほどね。オッケー、やったー。これ一人じゃ難しいっすかね。まあ俺じゃ難しいっしょうね。やってみないと。ヒーラーがいないと厳しそう。まあ明日ちょっと一人で呼んでみるか。いやー、かなり白熱したバトルだったですね。ノブさんが来てくれたおかげで、なんとか倒せましたね。紅ノブさん。紅ノブさん、召喚。あれ、字幕がやっぱ、紅の豚になってる。何を話そうとしたっけ。ま、正式には、紅ノブさんです。さあ、紅ノブさんとかなってる。ああ。ということで、まあね、まだソロで討伐はしてないので、そちらの方も目指さないといけないなと思ってるんですが、まあなんとか頑張って強く育ててクリアしてみたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。またね。バイバーイ。